ステージでは壮大なことを歌っている人間が、裏では6畳一間のアパートで一人洗濯機を回すような生活をしては説得力がない。人生のプラスになる金の稼ぎ方を考え、一つの答えに行き着いた。サポーターを作ろう。まずは50人作る。そう決めた。短絡的に聞こえるが、これはただの紐じゃない。羽振りのいい人をターゲットにし、不渡客数人から銭を回してもらうということではない。ささやかでも、本気でガクトをサポートしたいと思ってくれる女性、僕はそんな彼女たちをサポーターと呼んだ。振り返れば、彼女たちがガクト創世記のメンバーだった。そもそもミュージシャンは、たくさんのファンに支えてもらわないと成立しない生き方だ。CD を買ってもらう、ライブに来てもらう、グッズを買ってもらう、ファンクラブに入会してもらう、ミュージシャンとしてのサポートのされ方はいろいろある。ただ、勝手にそうなっているわけではない。音楽を続けて、いつかファンが勝手につくのを待っているなんていうのは、いつか当たるはずと、ただ宝くじを握りしめて過ごすのと、同じぐらい愚かなこと。